ジャニーズ問題勃発で視聴率が大ピンチ。NHK 紅白歌合戦ガスがル超大物と隠したの名前。すっかり焼きめいてきたこの時期。テレビ局各局は年末特番の準備で大防止だ。そんな中、最も注目されるのが NHK 紅白歌合戦の出場者だ。視聴率30%がボーダーと言われる紅白。 旧ジャニーズ事務所の5ケラ6組が出演すれば、ボーダーを割ることはまずないと言われてきたが、今年ばかりは勝手が違う。NHK は、旧ジャニーズタレントの起用について、新規の起用に関しては、被害者の保障や再発防止の取り組みが着実に行われていることが確認できるまで行わないとしており、 紅白は性加害問題について対処していると強調し、オファーするつもりのようです。すでに1ケラ2組は出す方向で話し合いを進めていると聞いています。テレビ局関係者。紅白では、昨年その年の大河ドラマの主演俳優と次作の主演俳優が病引き継ぎ病のセレモニーを行った。今年は松本。 準40が、どうする家康、で主演を務めています。が、彼の出演はなくならず審査員として出演させるのではないでしょうか。また、どうする家康、に出演し、退場直後となる落田淳一、42も、特別企画に参加する可能性があると聞いています。当然、松本と岡田の共演は、NHK と旧ジャニーズ事務所、双方にとって、 出直しを印象つけるいい機会になるだろう。松本が出演すれば他のタレントも出やすくなる。スノーマンや KNG& ピンスなど今年ちゃんとヒット曲を出したグループの中から出演が検討されています。人選についてなんでこの人がというアーティストは起用しない方針で進めるとのお達しが出ています NHK 関係者。 また、朝ドラ、不ギ不ギに出演中の草号49が新しい地図で歌手として出場すれば、しがらみや忖度、忖度が払拭されたとアピールできる。4時間長の番組視聴率を維持するには、旧ジャニーズ以外の起爆剤も必要だ。そういった事情から、他の芸能事務所に対しても便宜を図っている余裕はなくなり、 本当にヒット曲を出した売れっ子たちを獲得しようと躍起になっている。目玉企画としてアニメのヒットソングメドレーを用意しています。要ビ B や10フィードまたジブリ最新映画の主題歌を担当したヨネツ玄師、ケンシ32と声優として参加した姿正規30のコラボも予想されます。 連動企画では、朝ドラ主演の趣里、むきさと33と今メディア出演に前向きな伊藤蘭、68や水谷豊71と親子で朝ドラ主題歌を歌う構想もある。また、上の世代の目玉として中森明菜58と松田聖子61の共演が期待されています。 対局した職員らも含め、ギリギリまで交渉しているようです。収録やビデオメッセージなど、様々な形を模索中だと聞いています。芸能事務所関係者。今年は有吉広之49が司会に抜擢されている。芸人が司会を務めるのは07年の小福亭鶴七71以来16年ぶりだ。 昨今の NHK はインスタグラムのフォロワー数や TikTok への再生数をかなり意識しています。有吉をはじめ、K-POP をイードルへの起用や若いアーティストと往年のスターのコラボなどが増えているのもそういった背景です。 旧ジャニーズ事務所が邪魔できない以上、今年インスタ解説2ヶ月弱でフォロワーが400万人を超えた平野紫耀26ラノシングループナンバーアイがデビュー曲を引っ下げて出場する可能性もある、当然。大トリはサプライズを重視。売れっ子芸人が民放局でマックに借り出される中、 紅白の病隠したまろうとして、大御所芸人の出演が小、さや、かれている。11月下旬に新作映画、首が公開される北の、たけし76の歌手出演が期待されています。大河ドラマと同じく豊臣秀吉や織田信長、徳川家康などが登場し、コラボしやすい。 監督自らが出るとなれば映画に出演した西島秀俊52ラ俳優陣が応援に駆けつける運びになるのでは同然様々な楽曲やコーナーで新、にぎ、ワウ、紅白だがやはり気になるのは大鳥のアーティストだ今年は特にサプライズに力を入れていく方針のようで大鳥は過去に務めたことのある歌手以外から選ばれるとみられる ラタンテイコナンの映画主題歌がヒットしたスピッツの出演を絶望する声は根強い。本人たちに出場の意思がなく幾度となく断られていて望みは薄いがサプライズ歌手としてはうってつけだ。他にも今年10月にアルバムを発売したばかりの MR チルドレンも候補だろう。 正月は家族で過ごしたいという桜井和俊53だが子供たちも大きくなり可能性は残される。今大鳥として最もふさわしいのはビゼットです。彼らは今年で35周年を迎えます。CD の売り上げは順調ですが30周年の時には即完売になったライブチケットが今回は即完売にならなかった。 最近はードウ21に楽曲を書き下ろすなど新規ファン獲得に向けてメディアに対し現役で活動している印象をアピールしています。BZ には来年度朝ドラの主題歌を担当するルートで紅白出演を打診しているようです。さらにベニクミノトリはドリームズカムド m e に打診しているとのこと。 ジェンダーについて多くの議論がされる中で男女を色分けすることが時代遅れとの指摘がある。そういった指摘に応える形で男女のユニットを大取りに持ってくるつもりです。前で NHK 関係者。例年とは一日がいそうな大晦日、大晦日の定番。今年は何が起きるかわからない。フライデイ2023年11月117日号より。 フライデーデジタル。7日号よ。